北条市長は、江戸時代前期の幕臣、軍学者。北条流病法の祖。通称は蔵。臓。意名縄後に、宇治永、聖望と改名する。慶長14年後、後北条氏の一族、北条重弘の子として、江戸で生まれる。曽祖,祖父は、北条綱重。外曽祖,祖父は、北条う宇やす。幼名は、梅千代。慶長17年、4歳の時に、 父が急死する。父は本来であれば、実刑で養父にあたる下尾佐岩富藩主、北条宇治活の後を継ぐべき人物であったが、重臣たちの妨害で家督を継げずに噴死した。これを、大御所、徳川家康は哀れんだとされ、市長養育のために、六高五百票を与えた。慶長十九年に、家康に越見して、さらに元那二年に、第二大将軍、 秀忠に越見した。寛永二年、故障組として召し出され、正式に六高五百票の旗本となる。その後は勝頭、鉄砲頭、持ち筒等、新番頭を歴任し、女王二年、十五位した安望神に助任された。明暦元年から漢文十年まで、大目付を務めるまでに累進し、国高も最終的に二千国を超え、 堂々たる大見旗本となった。漢文4年、尾張国と美ノ国の大ワ藩領、旗本領で隠れキリシタンが検挙された事件、いわゆる、農美崩れに関し、江戸に派遣された尾張藩のキリシタン奉行、海保野兵が、幕府の宗門改め役であった市長に面会し、市長から隠れキリシタン捜索の指導を受けている。なお当時の江戸キリシタン屋敷には、 岡本三江門が暮らしていた。漢文十年、死去、去年六十二。家督は、長男の宇治平が継ぎ、1638年生まれの、次男元氏は文治を受けて、別居を起こした。元氏ははじめは、大茂と名乗り、十五位した、針間守。妻は、小堀聖院の娘であるが死別し、五歳を迎えている。持ち湯見組頭を務めた。 三男の北条氏女八長晩年の漢文六年に生まれた。時兄元氏の養子となり、元六四年に登用され古将組以降は、下田奉行、佐渡奉行などを歴任し、寄り合いとなった。史女は、上安と合志学問で知られ、古代将軍、徳川綱吉に論語を講義したこともあった。北条流病法も受け継ぎ、義理の兄弟の福島国高と共に、 松宮勘山の死としても知られる。教法12年6月14日、62歳で死去。小畑影則から、甲州流軍学を学び、それを改良し法上流病法を開いた。近藤正澄、富永勝吉、舘貞義らと共に、小畑門4の明道学として、名が挙がっている。教法、遊敢、メス勘、主勘養法など多くの軍学関係の書籍を残しており、 また、幕府の軍政を整備して、慶安の軍役令を起草している。市長の標法の特徴は、まず、それまでの軍学や軍法といった言葉ではなく、標法という言葉を用いたことである。これまでの軍法は、抽象的、概念的なものや武士の心へといったものが多分に含まれていたが、市長の標法は、実践に役立つ軍事学のみであった点が大きい。 例えばこうである。牢場してるとき、敵が銃弾や弓矢を撃ってくるとき、負けじと反撃するのは損である。そういうときは、敵はいきなりは襲ってこないものである。攻め守兵がこちらの石垣や兵に取り付いているときこそ、矢玉を使うチャンスである。身を乗り出してでも撃つべきである。なぜなら、攻め手側の射撃手は、味方兵に当たるのを恐れて撃ってこないから。 重要文化財竹尾鍋島家洋楽関係資料、工場オランダユリアス・ムソ電竹尾志蔵、慶安3年には、工述するオランダ東インド会社に勤務していた、スウェーデン人砲兵士官のユリアンス・ハーデルによる、工場実演をまとめ上げた、日本初の洋式工場、追記術書、工場オランダユリアス・ムソ電を、将軍家光に献上している。 市長を語る上でもう一つ欠かせないのは地図である。前述した書のもととなるが、慶安3年8月6日、江戸郊外ムレイヤのゲニアにて、オランダ東インド会社指導による幕府主催の旧法を用いた工場戦の演習が行われた。軍学者であり、幕府中枢の官僚でもあった市長は、この機会を参加観覧及び学習している。この時、 正確な大砲射撃のための必要性から、洋式測量術を習得したと言われている。昭法元年12月2日、将軍、徳川家光は、全国諸藩に対し、校長の作成と提出、及び、半量の地図、海陸の道筋と古城を書いた道行き帳を、提出するよう命じた。大目付、井上正重とその命を受けた、宮城和助は12月16日から、 初代名のルスキョを呼び出して翌年中の提出を命じ、国絵図、白絵図といわれる膨大な数の絵図面が諸藩から提出された。それらをもとにして、幕府は日本全図の政策に取り掛かったが、この仕事に就いたのが市長であったとされている。提出は国単位で行うように命じられていたが、多くの藩では翌年と定められた提出期限を守ることができず、 提出まで数年かかり、商法年間より後にずれ込むものもあった。慶安4年、商法日本図と呼ばれる地図が完成し、幕府上層部に献上された。この命令の発布の際、幕府は六寸一理宿尺を用いるよう諸国に命じた。ため、以後諸国の地図はおよそ同宿尺に統一されたに、行われた皇帝事業の責任者であったと考えられる。明暦3年1月、 江戸市中が明暦の大化に見舞われた際、当時大目付けであった市長はまさにうってつけの人材として江戸市中の実測図の作成と区画整理の責任者を命じられる。この際、長崎にて様式測量術を習得した金沢聖左門までおり、微妙に年代が合わないかもしれないを抜擢登用し実作業に当たらせている。被災後の江戸に対し、 半月ほどの集中測量を経て、明暦江戸未測図が制作されたと言われている。従来の江図面という表現ではなく、正確な測量に基づいた、この市街地図は画期的であり、それ以降の江戸市街地図の基本となり、その後観光され、民間に地図が普及するきっかけになったと言われている。ただし観光版は精密すぎたため、 大番5枚に分割されており、使い勝手は悪かったそうである。死去前年である漢文9年、日本全図の皇帝を行って、改めて幕府に提出している。北条総運とその一族2007、ピアニッシも122、宇治ノは北条志向の子義系の福島国流陽子、後兄の元使用子、幕府旗本、旧北条氏重心の遠山市出身で、 養子縁組後、市長の祖である福島市を名乗り、市長の業績を手伝い、自身は、北条流軍学をさらに進めたと伝わる。宇治活の養子で、徳川家康の老いの北条始終が継ぎ、一万国から、加造を重ねて、掛川藩三万国となるが、志士がなく断絶した。小堀遠州の三男、幕府旗本千国、佐藤の山と遠州流の祖、 工場オランダユリアス無双伝、早稲田大学図書館、2020年12月12日閲覧、ありがとうございます。